大一星は台湾の平東県出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は CPBL の楽天モンキーズに所属している。小学校4年の時に野球を始める。中国文化大学時代には斉藤裕樹や横浜ベイスターズでチームメイトになる松本慶次郎、埼山田武志らが所属していた早稲田大学との親善試合に登板して2回を無失点に抑えている。 その後は、ラニューベアーズに入団。アジア野球選手権大会やアイブフワールドカップのチャイニーズ台北代表に選出され、代表チームのコーチである各大連から日本野球のアドバイスを受けた。2009年秋に横浜ベイスターズの周期キャンプに練習生として参加。そこでの実力が評価され、同年12月5日に入団が決まった。 球団史上初の台湾人選手でもあった。2010年11月20日横須賀スタジアムにて2010年は一度も一軍に昇格することはなかった。二軍では3先発を含める12試合に登板したが、0勝2敗で防御率8.40に終わった。2011年は7月下旬に10日間一軍にいたが、登板することなく二軍落ち。二軍では登板数で、 佐藤幸満に次ぐ、チーム2位の35試合に登板するなどタフな一面を見せた。防御率は前年から大きく改善され、3.55だった。2012年、ファームでチームトップに並ぶ6勝の成績を残したことから6月6日に一軍昇格。同日行われた、対ロッテ戦でプロ初登板を先発で飾った。しかし、4回1、三を三失点で、 敗戦投手となる。その後も先発として6試合に登板したが、不安定な投球が続いて、勝利を挙げることができなかった。シーズン最後の登板となった9月30日の対、中日戦では4回に3を11失点と大乱調で、翌日に軍降格。そのまま1軍に戻ることなく、シーズンを終えた。2013年1月14日に、 第3回 WBC 本戦のチャイニーズタイペイ代表メンバーが発表され代表入りした。同大会の日本代表に DNA からは一人も選ばれておらず、同球団からの唯一の WBC 代表選手となった。1次ラウンドでは登板はなかったが、2次ラウンドのキューバ戦で大会初登板。しかし、1アウトも取れずに3連打を浴びるなど6失点。チームも14対0で大敗し、 二次ラウンドで敗退した。その後、DNA に合流したが、オープン戦では一試合も登板せず、開幕は二軍スタートとなる。ファームでは二試合に登板したが、防御率5.40と不安定な成績で5月29日に契約解除が発表され、6月4日に自由契約となった。楽天モンキーズ時代2013年6月20日に、ラマゴモンキーズに復帰。 7月21日の兄弟エレファンツ戦で CPBL 初登板果たし7回途中3失点で敗戦投手となるが8月11日の議題ライノズ戦で7回1失点で CPBL 初勝利を挙げた8月18日の統一ライオンズ戦では初完投、初完封勝利を挙げている同年は8試合すべてに先発登板し3勝2敗の 成績を残した。2015年は台湾人トップの11勝をするも、先発した22試合中10試合で5失点以上を喫した。2016年1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出されたことが発表された。3月5日の第1戦に先発登板し敗戦投手となっている。 2017年2月28日に、侍ジャパンとの走行試合で、CBBL、台湾プロ選抜として、先発を任されたものの、2回で被安打4として二失点。ただし、この試合は、台湾プロ選抜が、侍ジャパンに対し8から5で逆転したため、勝利投手になっている。二千二十年の四月は二試合投げ二勝零敗、防御率点二九で、 アリエル・ミランダと一票差で月間 MVP に輝いた。8月7日の中心兄弟戦で CPBL 史上9人目となる CPBL 通算150先発を達成した。10月2日の統一ライオンズ戦で7回に失点と、まとめ台湾人最速となる2桁勝利を達成した。しかし最終的には全体的に前年よりも成績を落とす形となった。 2021年から副キャプテンに就任した。3月16日の統一ライオンズ戦で自身初となる開幕投手を務め、5回4失点で勝利投手となった。台湾人選手が開幕投手を務めたのは球団として12年ぶりであった。同月23日のアジゼンドラゴンズ戦で5回7失点と炎上し、翌日に2軍へ降格した。 4月4日に一軍復帰し、同日のトミックにガーディアンズ戦と同月13日の統一ライオンズ戦で先発登板をするも振るわず、その後は基本的に中継ぎでの登板のみとなった。スリークウォーターの超新サウスポーで最速時速 148km のストレートとスライダー、チェンジアップを持ち玉とする。スタミナ不足と請求難が課題。ありがとうございます。